10年ぶりとなる東京都ミステリー、パチンコだけのために用意された映像と映像資料の一部をご紹介します。俳優陣によって見事に演じられたお芝居は、スタジオとロケーションの2本立てで撮影されています。ロケーション撮影ならではの臨場感と撮影された映像は、編集加工技術によってパチンコとして様々な演出へと加工していきます。たくさんの人の手によって作り出されたこのお話も、少しでも多くの方に楽しんでいただけるように一生懸命作りました。この芝居をご覧くださりありがとうございます。